どうやら不穏な連中がいるようだが、まずは村人の救援が最優先だ。いいな。俺がここで正気を失った奴らを引きつける。その隙にお前らは村の連中を救ってやれ。私に任せてください。ぼちぼち動くか。殺す殺す。これも策のうちだ。ありがとうございます。お手に行かせてくれよ。いつでも行けます。どうするんだ。窒素剣矢。おお。私ですか。私ですか。焦らず戦おう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。僕の出番のようだな。怪しげな連中に指示を出してるのトマシさんじゃないのか。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。トマシさん、あんたこんなところで一体。わしはトマシなどではない。我が名はソロン。人の世の救済者だ。どうだ、驚いて声も出ぬか。仮の姿にまんまと騙されよって。わしがガルグマクに潜んでおったのはフレンという小娘の血を手に入れるため。この血があれば我らはまた一歩大望の実現へと近づく。楽しませてもらうぞ。あれは死神騎士。あいつもトマシ、いやソロンの仲間なのか。賠償で劣悪な獣ごときがわしを殺せると思うな。
まあいい、ソロンのやつを抑えなきゃな。よし。
この僕が敗れただと。飛び切った。この手で行こう。加減すべきだ。この機を逃すな。さて任務どころは。僕の出番のようだな。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。ぼちぼち動くか。お手に行かせてくれよ。私ですか。用があるのは貴様ではない。手を出す。こういう時はね。どうするんだ。すいません。私ですか。用があるのは貴様ではない。ひらめいちゃった。私に任せてください。まだ命に刃が届かぬか。甘きは死すぞ。チッ、何が目的だあいつは。まあいい、ソロンのやつを抑えなきゃな。焦らず戦おう。これでいいだろう。私ですか。
名はフェルディナント・フォン・ぼちぼち動くか？邪魔すんなって！よっ！いや！ありがとうございます。よし、助けられるだけ助けたな。あとはソロンだ。あいつを引っ捕らえるぞ。見え見えだ。加減すべきだ。頭脳戦と行こう。ぼちぼち動くか。この時を待ってた。はい、いや、ありがとうございます。よし、助けられるだけ助けたな。あとはソロンだ。あいつを引っ捕らえるぞ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。アッパー、甘いだろ。やっ、せいっ、せいっ、この経験は糧になる。この策で仕掛ける。お手に行かせてくれよ。無茶はさせないでくれたまえよ。さあ、どうするんだ。私に任せてください。焦らず戦おう。迷いを晴らす。これでいいだろう。私ですか。焦らず戦おう。
私ですか？これで決める。いい勝負ができた。すごいです。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。お手に行かせてくれよ。いつでも行けます。ぼちぼち動くか。悪いが俺の勝ちだ。僕の出番のようだな。はい。やっ。さすがは僕だな。
が名はフェルディナント・フォン・エーギル。いつでも行けます。もう帰りたいよ。焦らず戦おう。厳しい戦いになるかも。はい。えい、すまない。私ですか。えい、すみません。さあ、どうするんだ。ぼちぼち動くか。成長の手応えありだ。焦らず戦おう。いつでも
けます。お手に行かせてくれよ。私に任せてください。はい、私を侮るからです。私ですか？援護します。僕に考えがある。私ですか？ありがてえ。また強くなってしまったか。貴様、なぜこの村を狙った？何を企んでやる？実験台など誰でもよかった。成果は十分。帰らせてもらうぞ。おい待て。ち、消えちまったか。終わったな。切り替えなきゃいけないか。俺は村の中を見回ってくるよ。まだ助けられる人がいるかもしれない。犠牲も最低限にとどめた。奴ら実験台は誰でもよかったと抜かしていやがったな。あいつらのせいでルミール村の連中は。ここにいたか。その姿、お前が炎帝か。いかにも我が配下の死神騎士が世話になったな。世話になったとは随分な挨拶だな。お前がこの村をめちゃくちゃに。勘違いするな。何？ソロンは確かに我が協力者だが、同じ目的で動いているわけではない。このような行い事前に知っておれば我が必ず止めた。それは断言しよう。口では何とでも言える。とりあえず修道院まで来てもらおうか。できぬ相談だ。まあ我と貴様らとで手を組むというのであれば受けよう。何だと？放っておけば奴らはまた強行を繰り返す。それを止めたくはないのか。特に天帝の剣を持つ貴様の力があればソロンなど敵ではない。残念だ。貴様ならそう答えるだろうとは思っていたが、その選択後悔するでないぞ。ジェラルトさん、先生、うちの宮長を見ませんでした？どうした？
しまった。逃がしたか。なあ、大修道院に来て、お前は変わったな。ルミール村に来てから、お前怒りっぱなしじゃねえか。ガキどもを指導してるときは、随分と嬉しそうな顔をするしよ。お前がそれほど感情を表に出せなんて、大修道院に来るまで一度もなかったんだぞ。お前のそんな顔が見られるなら、大修道院に来たことも良かったのかもしれん。あるいは初めから、大修道院を出る必要さえなかったのかもしれねえな。しまったな。いや、そろそろ潮時か。今度暇な時に俺の部屋に来い。話がある。これはいかなることじゃ。お主が大修道院にいた記憶なぞわしにはない。お主のせいには一体何が隠されておるというのじゃ。やあ先生、今回は本当に大変だったな。と勢いだけ出しても意味ないか。無垢の民の死はいつだって辛いもんだ。それでも前を向いて笑えよ先生。それが上に立つ者の役目だ。俺やあんた自身じゃなく、ヒルシクラッセの仲間のため、みんなが前を向くために、俺たちがくじけたところを見せなきゃ、あいつらだって乗り越えていける。悪いな先生、頼んだぜ。そういやルミール村にも遠帝と名乗る奴が現れたんだってな。昼だから聞いて驚いたよ。奴の目的は一体何なんだ。それはどうだろうな。確かに性病では奴らは天帝の剣を狙ってきた。だがその後の奴らは不連をさらい、その血を使って今回の強行に及んでる。それを踏まえると、奴らの本当の狙いは英雄の遺産とは別にあると考えるべきだろう。奴らは今回の行動を実験と呼んでた。そしてその成果が十分だったと思う。とすれば、次は今回の成果を利用してもっとでかいことをやらかすかもしれない。はあ、これ以上は残念ながら手詰まりだな。わからないことが多すぎる。フレン、ちょうどいいところに。姫、少し俺たちにお付き合いいただけますか。うまくかわされたか。まあ深く事情を知ってるってよりは何か言えないことがあるような様子だったな。おいおい、やはりセテスさんを詰問すべきか、あるいはその上レアさんか。だがトマシさんが敵と分かった以上、教団の秘密を暴けばいいとも言えない。俺の求める答えは一体どこにあるんだ。ルミール村を狙った恐ろしい計画によくぞ幕を引いてくれました。この度の参加には天上の女神様も強く心を痛めていることでしょう。それにショコバンのトマシュが
ソロンという闇の魔導士だったとは。私たちの目が節穴であったことも猛省しなければなりませんね。まったくじゃ。入り込んだネズミに気づけぬとは情けないにも程があるぞ。のう。それにしても奴らは何者なのじゃ。トマシはいかにして潜り込んだのじゃ。トマシは同盟貴族コーデリア家の推薦で40年ほど前から修道院にいる。8年ほど前にコーデリア家に戻り、去年からまた復帰していたのだ。何十年とガルグマクにいて、なぜ今更。一体何を企んでいるのか。それからイエリッツは帝国貴族の推薦で士官学校の教師となっている。仮に彼が死神騎士であれば、敵は二国にまたがる組織ということになる。セイロス聖教会の長い歴史の中で、いえ、それよりもはるか古の時より、フォドラの安寧を脅かさんとする者たちが現れること、後を絶ちませんでした。闇にうごめく彼らの正体は未だ不明です。ですがソロンや死神騎士はその一端に違いないと私は考えています。安寧を脅かさんとする者たちか。なれば征伐してやらねばのう、お主。本当に頼もしくなりましたね。あなたがいれば修道院は安泰です。今は敵の狙いも所在もつかめていませんから、来たる時に備えて研鑽してください。では今日のところはこれで。お待ちなさい。まだ理解できないこともあまたあるでしょう。ですがあなたは力あるものです。その存在はやがて皆の希望となり必要とされていくことでしょう。何より私自身があなたに期待しています。顔を上げて歩んでいってください。あなたに女神ソティスのご加護があらんこと。女神ソティスじゃと。どうかしましたか。そうですか。ではまた後ほど。お主、迂闊なことを口にするでないぞ。こやつは、わしは何者なのじゃ。今は特退出せよ、よいな。白雲の章、精神の説、涙の訳。透き通った冬の空に精神が瞬く。星界の星はその姿を隠し、女神は遠く天上から地上の平穏を祈るという。ガルグマク大修道院では落成を記念する周年祭が今年も行われ、5年後の千年祭に向け人々の祈りは大きくなっていく。
邪魔をするぞ、先生。すまんな。あつ。ん？そうだな。ああ。おお。茶であったぞ、先生。ぜひまた呼んでくれ。今節は舞踏会が予定されています。生徒たちも楽しみにしていることでしょう。しかし浮ついてばかりいられては困る。課題にはいつも通り取り組んでもらう。その課題だが、使われていない礼拝堂に何者かが侵入した痕跡がある。いえ、貴重な品など何もない建物です。侵入した目的は分かっていません。そこで君の学級の今節の課題は、礼拝堂の警戒及び侵入者の調査とする。正教会を取り巻く情勢が不穏な昨今、些細な異常も見逃すわけにはいかないのだ。万一の場合に生徒の安全を確保できるよう、騎士団の実力者にも支援を命じてあります。騎士団の実力者、ジェラルト・アイスナー、ただいま参上しました。せっかくの機会、たまにはゆっくりと親子で語らってはどうですか、ジェラルト。お気遣いいただき、どうも。ただし、ジェラルトさんには別の任務もある。それが片付いてから君の支援に回ってもらう予定だ。そういうわけで、しばらく修道院から離れるが、戻ってきたらお前の仕事ぶりじっくり見させてもらうからな。それに遠帝、何かが起こっておることは確かじゃ。そしてそれにお主が巻き込まれておることも。いや、むしろ全てはわしのせいで、お主はその影響を受けておるだけなのか。この大地を見守る女神ソティス、それと同じ名を持つわし、
頭がこんがらがって一周してひっくり返りそうじゃな。先生、お疲れさんです。ここは本日も異常ありですよ。ここで一緒に見張りをしてた騎士の人、もう来ないんですかね。ちょっと寂しい。あれ、地上はいいよな。楽しそうでよ。何が舞踏会だ。ガキどもも色気づきやがって。まあ元歌姫とかいい女もいるけどよ、手を出せるわけねえだろ。制服に声かけようもんなら騎士がすっ飛んできて処刑だぞ。この前こっそり修道院に行ったの。私と同じくらいの女の子がいたよ。あの子は何してたのかな。泣いてた気がする。でも修道院にいるとご飯もいっぱい食べられるんだよね。羨ましいな。私、あなたとさよならね。出て行く命令されたよ。私、邪神のと違う。でも疑われた。ここいられない。舞踏会、それは悲しき現実を突きつけられる日。貴族の皆さんはいいですよ、そりゃもう舞踏会とか済ませてるでしょうからね。
私だって貴族なのに、そんなの一度も出たことがありません。イングリッドったらどこへ逃げちゃったのかしら。舞踏会なのにお化粧もしないって言うから、いろいろ教えてあげてたんだけど。またこの説がやってきてしまったわ。生徒たちが恋に浮かれる時期が舞踏会があるでしょ。それに女神の塔の伝説も、はあ、嫌になっちゃうわね。私だって恋したい。なんだか不思議な気分だな。そういえば舞踏会より前に舞踊対抗戦の白鷺杯があるのでしたね。各学級の生徒から一人ずつ代表を選び、舞踊の技と美しさを競うのです。優勝した生徒には踊り子の編集の秘伝書が与えられます。とても貴重なものですから、あなたの学級も挑戦してみてください。願いを聞いてくれますか。そういかくが優勝、とても感謝します。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 感謝し、感謝します。感謝します。総格優勝、とても感謝します。私を招いてくれたこと、嬉しく思います。まあ嬉しい。私の好きなお茶を用意してくれるなんて、感謝します。自信を持ちなさい。あなたなら生徒たちを正しく導けるはずです。
そうですか。はい。あら、あなた。はい。楽しい時間はすぐに過ぎてしまうもの。そろそろ職務に戻りましょう。トマシのことを調べていたのだがな、どうにも腑に落ちん。彼のこれまでの事績からあのようなことをする者には到底思えんのだ。それに見た目が変わったという報告も確認している。まるで人ではないような。一体何が起こっているというのだ。ガルグマク大修道院は精神の説に落成したと伝えられている。そう、今から995年前のことだ。それを祝う舞踏会が毎年行われているが、中でも100年ごとの祝祭はガルグマクを挙げての大規模な祭典が行われるそうだ。次は5年後の千年祭であるな。君もそのくらいまでは供しているのかね。の連中め、日頃から問題ばかり起こしよって、いっそガルグマクの地下を丸ごと掃討してしまう方がいいのかもな。そんなのトマシュさんが教団を裏切るなんて、僕信じられません。教団の人の中にもパルミラ人の僕を嫌う人はたまにいたけど、トマシュさんは逆にとても優しかった。でもデア様の敵なら殺さなきゃ。焼いた者たちはまだ捕まっていないそうだな。婿の民の命を踏みにじる畜生ども、むごたらしく死ぬべきは奴らの方だ。舞踏会が催されるとはいえ、課題は与えられるのだな。今節は何事もなければいいが。
コドラの舞踊ブリギと異なります。理由、音楽違うでしょうか。ブリギットそれぞれ踊ります。勢い激しく、技不要です。私鍛錬忙しくあります。今難しいです。しかし先生、興味持っている。ですからまた話す望みます。コドラのブリギット舞踏会か。帝都での初めての舞踏会を思い出すな。最小である我が父の催す舞踏会、そこで私は見事な踊りを見せたのだ。もう何が言いたいかわかるね。白鷺杯、その代表に私を選んでくれたまえ。私以上の適任はいないと思うがな。ま、好きにしてくれたまえ。おう、そうだ。身内を疑うようで気が進みませんが、教団の者の調査を進めています。しかしトマシュ殿のような古参の者まで敵に回るようでは、誰をどこまで調べればよいのやら悩ましいところです。セイロス騎士は修道士たちと異なり、レア様直属の者たちです。やや特殊な立場の者もおりますが、裏切るということは考えられません。頼みがあるのです。心外です。貴族で亡くなり舞踏会とはとんと無縁の私に何かご用でございましょうか。ご安心ください。当夜は地下の穴蔵の底にうずくまって顔を見せませんので。実を言うと、メルセデスの部屋につい先ほどまで閉じ込められていたのです。舞踏会だからと様々な化粧を施され、なんだかとても疲れました。どうしたのです？すみません。ルミール村のことお疲れさんです。先生、まさかトマシさんが敵だったとはな。やめだやめだ、暗い顔してたってどうにかなるわけでもないですしね。先生、まあ実は舞踏会の日、隣の学級の女の子を女神の塔に誘おうと思ってるんです。けど彼女は僕なんかよりもずっと由緒正しい家の出身なんですよね。はあ、僕みたいな騎士の息子なんて相手にしてもらえるかどうか。なあ、舞踏会か、懐かしいね。いや、俺が生徒だった頃は大変だった。何しろ俺と踊りてえって女が行列を作っちまってよ。おい、信じてねえな。すみません。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。そうだ、知っていますか、女神の塔にまつわる伝説を。舞踏会も行われる聖神の節の最後の夜に、男女二人で女神の塔に行って願い事をすると必ず叶うそうなんです。自分には行く相手がいませんが。最近どう？
儲かってるかしら。ゆっくりお話ししたいところだけど、こう見えて仕事中なの。ごめんなさいね。ねえ、お願いを聞いてくれない？いや。舞踏会、我が妻との出会いを思い出すな。そう、あれはどこかの村でのこと。収穫祭の踊りに参加してな。そこで出会ったのだ。軽やかに踊る愛らしい妖精に、我々はすぐに恋に落ち結ばれた。今では輝かんばかりの娘も一人。そんなわけで踊りと聞くと胸も躍るのだ。僕は結構どんな実験でも平気な方だと思ってたんですけど、ソロンがやったという実験の話を聞いてから認識を改めましたよ。いや、血が苦手なもんでちょっと気分が悪くて。俺様に任せておけって。こう見えて料理は得意でね。本当だぜ。そうだな、この野菜嫌いなやつも多かったっけ。
すりつぶしちまえば食いやすくなるかな。おお。素晴らしい。この一品を食せば明日もまた頑張れるというものだよ。まあ、私これ大好きなの。よく知っていたわね、先生。せっかくの機会だ。ルミール村の剣だとかトマシュ殿の創作は俺たちに任せて、あんたは生徒たちと一緒に舞踏会を楽しむこったな。ほら、教師のあんたがさっき立ってたら生徒も不安がっちまうだろ。そうだな、古い礼拝堂のあった区画か。一応立ち入り禁止にはなってたけど、崩落の危険があるってだけで見張りもいないし、珍しいもんはないよ。意外か。まあガルグマクはなんやかんや出入りの制限されてる場所が多いからね。地下の性病もそうだし、あとは北の森なんかもそうだな。あそこは封じられた森なんて呼ばれてるが、どう見たってただの森だよ。よう先生、綺麗な顔してなかなかやるもんだね。しかもあんた、戦いを引き寄せる星のもとに生まれてるだろ。一緒にいると面白そうだ。あんたの学級の課題手伝ってやるよ。戦いになりそうな時は遠慮せず呼んでくれ。雷帝片手に駆けつけるからさ。待ちたまえ。古い礼拝堂に侵入者？町の連中が宴でも開いてたんじゃないのか？とはいえトマスさんの件もあるし、教団が神経質になるのも無理はないか。こうも物騒な事件が続いてるってのに、舞踏会なんかで浮かれていいのかね。そういや白鷺杯があるんだよな。先生、うちからは誰を出すんだ？まあヒルダかローレンツあたりが無難なんじゃないのか。先生。待ちに待った舞踏会、ようやく僕の華麗な舞を披露できるな。幼少の頃からみっちり叩き込まれたからね。今では自然と手足が動くほどだよ。聞くところによれば、舞踏会に先立って学級対抗戦白鷺杯が開かれるらしいね。迷う必要などない。学級代表は僕に任せてくれたまえ。ま、ゆっくり考えたまえ。僕以外に適任がいるとは思えないがね。はい。なんだか怖い事件が多かったので、今節くらいは平和に過ごせるといいですね。舞踏会もありますし、僕はそういうの苦手ですけどね。自分では踊れませんが、皆さんが踊るのを見られるのは楽しみですよ。白鷺杯っていうのもあるんですってね。ヒルシクラッセの代表はどなたなんですか？代表は貴族の人がいいと思いますよ。舞踏会には慣れているでしょうし。
ルグ舞踏会、すっごく楽しみにしてたんですよ。学校の中だからあんまり着飾ったりできないのが残念なんですけどね。あ、その前に白鷺杯もありますよね。誰が出るのかな、気になっちゃう。キルシュクラッセの代表は先生が選ぶんですよね。私でもいいですよ、得意なんで。やる気満々だったのに。気が変わったら声かけてくださいね。魂さんがコーデリア家の推挙でこちらに出資したというのは確かです。でも私が知ってるのはそれだけで、入学前には面識もありませんでした。コーデリア家に戻っていたという期間も屋敷で彼を見かけたことはありません。少し引っかかることはあるんですが、今お話しできることは何も。すみません。あ、今節は舞踏会ですよね。心から楽しむ気にもなれませんけど、白鷺杯もあるんでしたっけ。それは少し楽しみかな。踊るのが好きそうな人を選んであげればいいんじゃないですか。昔、士官学校のとある女生徒が女神の塔で一人の男性と出会ったそうです。彼らは一目で恋に落ち結ばれた。それだけならありがちな話なんですけどね。すごいのが、その男性っていうのが実はアドラステア皇帝だったってところですよ。はあ、私も素敵な殿方に見初められたい。物語のような出会いがしてみたい。みんな随分と浮かれているわ。こういう空気は少し苦手なの。何事もないのが一番だけれど、何かを企んでいる敵がきっといる。気をつけて。まあでも、重苦しい雰囲気がずっと続くよりはいいのかもしれないわね。やはりこの浮ついた雰囲気は気に食わんな。ショコバンの裏切り、死神騎士の再来、本当に舞踏会など催している余裕があるのか。評判は耳にしている。腕が立つとな。お前の学級に移ればその剣の腕前を間近で見れるか。言ってみただけだ。いちいち真に受けるな。違う学級にいようと剣を交える機会はある。なんだ
訓練ならもう終わっただろう。舞踏会？騎士団の連中は参加しない。あれは生徒らのための催しだからな。だが興味を抱いている奴もいる。アロイスは踊るのは点でダメだが、見るのは好きらしくてな。白鷺杯だかなんだかの判定人を買って出ていたぞ。私は興味がないが。あんた随分と頑張っているな。何、少し興味を惹かれてね。もしよければ手伝ってやろうか。課題や生徒たちの仕事をだ。それじゃこれからよろしく頼む。騎士団の任務がないときはいつでも平気だ。これでいいだろう。その身で学べ。いい勝負ができたな。これでいいだろう。ありがとうございます。もうすぐ舞踏会があるんだよな。おで、すっごく楽しみなんだ。踊りを見ながらごちそうを食うんだろ。うめえ肉も出るって噂だぞ。ああ、その前に白鷺杯ってのもあるって聞いたぞ。学級の代表は誰にするんだ？決めてねえならおでが出てやろうか。そうか。こう見えて踊りには自信があるんだけどな。先生。ああ、ルミール村の件は型がついてよかったな。だが全部解決ってわけじゃないんだろう。しかしトマシュのじいさんが敵とはね。誰を信じりゃよいのやらって話だよ。舞踏会？踊れないから興味もないな。おとなしく飯だけ食っとくよ。そうだ、白鷺杯の代表はもう決めたの？私には縁遠い話だけどさ。まあやりたい人にやらせてあげたら。踊りが得意なやつもいるだろう、きっと。そうだ、白鷺杯のだ、まあやりたい人にやらせてあげたら。踊りが得意なやつもいるだろう、きっと。
ール村で親を亡くした子たち、教団が引き取ったらしいじゃん。たまにはいいことするね。面倒になって地下送りにしなきゃいいけど。には派手にやったっていいだろ。せっかくの機会だ、騒ごうぜ相棒。悪いな先生、付き合ってやってくれ。そうだな。ルミール村は元に戻るんでしょうか。本当にひどいありさまだったから、多くの人が亡くなって家も燃えちゃって、放棄されてもおかしくないですよね。実は村の後片付けに私たちの学級も借り出されたんです。それでルミール村であんなことがあったのに、地上の連中はもう舞踏会で浮かれてんだろ。あの一件があったからこそってのはわかるが、白状だと思わねえでもねえな。だから、わかるつってんだろ。その上で悪態をつきたくなっただけさ。村は静まったが、何も解決はしてねえ。油断はするんじゃねえぞ。私よりはいいんじゃないでしょうか。前節のような事件があったからこそ、今節は明るく楽しく過ごしたいですね。それにしても舞踏会、舞踏会か。僕には縁のない世界の話だな。先生の学級に誘ってくれるんですか？嬉しいですけど、すみません。まだ今の学級で学ぶべきことがありますから。明るく頑張るって決めたじゃない。やれ、前節もいろいろとありましたな。まったく息をつく暇もないとはこのことです。トマシュ殿らの目的は一体何なのでしょうな。それにフレン殿の正体も。先生は気になりませんか？本当に？くそ！くそ！
なんだかむしゃくしゃするぜ。死神騎士といい、トマシといい、捕まえられてねえんだろ。悪がのさばる世の中にしちゃいけねえ。俺が必ずやってやる。すまねえ、一人で熱くなっちまって。あ、もしかして白鷺杯のことか。代表、俺でも全然いいぜ。踊りだろうとなんだろうと勝負は勝つ。じゃあ代表は誰なんだ。あの、見事達成されましたね。先生、もうすぐ舞踏会ですわね。なんだか胸が高鳴りますわ。私、人前で踊ったことなどただの一度もございませんのよ。だからとっても楽しみにしておりますの。そうですわ先生、白鷺杯のことは聞いてらして、もしまだ代表が決まっていないのなら私やらせていただけないかしら。そうですか、残念ですわ。でも舞踏会もありますものね。もしまだ代表が決まっていないのなら私やらせていただけないかしら。先生、感激ですわ。私立派に舞ってみせますわね。先生、何かご用かしら。もしかして舞踊のご指導をしてくださるの。ありがとうございました。私うまく踊れているかしら。白鷺杯の代表を決めたのね。なら私がいいことを教えてあげる。例年の対抗戦の優勝者はだいたいこのくらいの魅力だったわ。参考になったかしら。頑張って踊りの練習をしてちょうだいね。また付き合ってくれよな。よしよし、だいぶつかめてきたぞ。ま、こんなものだろう。ま、こんなものだろう。だいぶつかめてきた気がするよ。うまくできたみてえだな。そんなにすげえかな。ちゃんとできてましたよね。さらに理解を深められた気がします。いやまぐれですって。しっかり成長できました。
いぶ身についてきたぞ。少し分かってきたよ。仕組みが分かれば簡単かもな。だいぶ身についてきたぞ。指導感謝するよ。ふむ、いつか極めてみせよう。貴族を侮ってもらっては困る。ふむ、嬉しいものだね。貴族を侮ってもらっては困る。指導感謝するよ。ふむ、何やら見えてきたぞ。なんかいつもより調子良かったな。見てくれてありがとな。よっしゃ、完璧だろ。次はもっと頑張ってやるぜ。なんかいつもより調子良かったな。たまにはお前の全力ってのを見たいもんだが。私はいつだって全力だし、クロード君だって本気出してよね。お前が全力を出すなら考えてもいいが、まとにかく始めようぜ。先生、クロード君を褒めてあげて。すっごく頑張ってくれたんですよ。お前もそこそこ頑張ってただろうが。あ、俺を持ち上げて次も働かせる作戦か。私に向いてるのかも。努力の甲斐があったな。おで、伸び盛りみてえだな。出かかっておるのに思い出せん。そうじゃ、ザナドじゃ。それじゃよ、つい先日に言ったばかりじゃというのに、スコーンとばかりに抜け落ちておったわ。そう、それでじゃ、ザナドの景色にわしは懐かしさを覚えたじゃろ。その理由、やはり確かめてみなければと思うてな。なんじゃと、付き合いの悪いやつじゃな。しかし、お主が行かねばわし一人ではどうしようもないの。
気が変わったらわしに言うのじゃぞ。しばし待つくらい構わぬ。頭の子、お主、わしより物覚えが悪いの。つい先日言ったではないか。そう、その理、今日できることは今日やれと昔から言うしの。あれ？先生、一人で出かけるのかな？そんな予定はないはず。気になるな。よし、みんなを集めるか。まさか追いかけるの？めんどくさ。でも、興味はあるかな？ふむふむ、やはり見覚えが。この建物は、確か。肝心な部分になると記憶にもやがかかっておるようじゃ。しかしわしはここで暮らしておった。それは間違いないと言えるぞ。何しろ見る前から壁の向こう側にあるものが思い起こされるのじゃ。想像でどうにかなる話ではない。それにしても随分と谷の奥まで。このような時にふざけるでない。お主、あの叫び声が聞こえぬはずがなかろう。あれを見よ。お主、谷の入り口に巨大な影が。またのご来店を。